皆さん、大つばくでーす。今日はね、はい、あの宝塚市立、はい、手塚治虫記念館さんで開催されている、はい、長時空要塞マクロス展に遊びに来てますよ。やったー、イエーイ、来たかった、来た。改めましてビッグエストの畑中です。よろしくお願いします。はい、そして、はい、マクロスデルタフレイヤビヨン役の鈴木みのりです。よろしくお願いします。イエーイ、もうね、うん、三木本春彦先生のね、はい、もうめっちゃ綺麗ですよ、ドガンですよ。ね、もう本当あのツイッターとかで見た時からめっちゃ綺麗だったんですけど、うん、やっぱこんな大きいので見れるのも嬉しいです。しかもね、大きいので見るとね、はい、発見がありました。これね、見えますか？チャイチーですけど、ちっちゃい、あの光とミサがいます。はい、ここはね、光とミサ ね、光とミサがいますよ、はい、ということで、すごい細かい、もうね、多分ね、マクロス40周年が詰まったね、詰まったね、はい、展示会になってると思いますので、はい、ね、うん、ゆるりと今日はね、いやもう普通ぶらりとね、楽しみましょう。楽しむつもりでもう来ましたから、そう、もうお財布の準備もバッチリで、バッチリです、はい、ね、手塚治虫記念館さんにね、はい、落としていきましょう、落としていきましょう。きっとマクロスにもつながるのでね、そうそう、つながるのでね、はい、それでは行ってみます。しょーん、あっちょぶりけじゃなくて、じゃなくて早速ね、行きましょう、はい、ご挨拶ありますよ、ご挨拶、はい、ぜひ読んでいただきたいですね、皆さんに ね、 いろいろありますよ、 SDF1、はい、オーバーテクノロジーを動く。台本全くないですからね。台本ないよ、本当にブラリとするよ、ただ本当に楽しむ。そうそう、だからマクロス管理に来てるんだよね、うん、長時空要塞マクロスってタイトルじゃない、はい、マクロスって、はい、戦艦のことだからね、はい、あのバルキリーのことはマクロスって呼ばないから、うん、はい、としてこのね、はい、初っ端来るのがこれですよ、宮武先生のインタビューですよ。もう、ね、マクロス語って、そう、海の親でございます、海の親、ね、そこをやりながら、うん、こうね、いろいろ設定がね、いろいろ設定があるわけでございます、うん、ね、このね、バルキリー、ここ川森さんのね、うん、バルキリーあったりとか、 すごいですね、いろいろ振り返りながらですよ、うん、これね、デストロイドとかいろいろありますよ、メカが、ということでね、はい、ここがもうメイン展示でございますよ。これあら、あっという間ですよ。何でしたっけ、ね、なんとお呼びすればいいんでしたっけ、ね、マクロスビジュアルアーティスト、アーティストか、うん、の天神秀隆さんがね、はい、書き下ろしたね、うん、こうテレビ版のマクロス館です、はい、でっかくね、おー、すごい音も流れてる。そう、そしてね、はい、今回の長時空要塞マクロス展は、はい、こいつを立体化して、はい、かつ変形を自動でさせちゃおうっていうのがメイン展示になってるんですよ。すごい、もうただでさえ立体的なイラストなのに。そう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 、そしてメイン展示があちらです。あちら、すごい、やっぱ40周年のロゴとともに。そう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 、行くよ、変形マクロスラボ。宇宙のコーナーを引き連れて、星の彼方の闇の中、ワンゴに続く戦いを目指して飛んだ定めの矢。マクロス、マクロス、淡い日差しと共に降りた赤子の胸に母の胸。設定画のコーナー、おー、いわゆる40周年の蓄積、はいはい、まずね、長時間さマクロス、もうね、この作品がなかったら、私もうないないですから、そう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 、フレアも生まれないというね、鈴木みのりもデビューしてないですから、そう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 、多分ね、生き物先生のね、いろいろイラストギャラリーありつつのですよ。わあ、なんかこれすごいドキッとしますね。あ、そういうのね、ああなんかね、ちょっとドキッとしますね、ドキッとするね。まあ、ここはね、もう、そうですよ、もういいですから、もうデルタでもね、そうそう、ね、関わってますから、この2人がいなかったら、ね、ミラージュもないですから、ミラージュもね、そうそうそう、ミレーヌもそうですけど、いないですから、はい、いろんな展示でよくお目にかかりますけど、そうそうそう、これがね、愛用語版ね、愛覚えてますか、いやすごいですね、ちょっとずつ違うね、すごい、ジャケットとかもあったりして、そうね、
すごいですね。この当時なんかジャケットの絵がこうやって飾ってあるのってあんまりない気がします、ね、確かにね、確かにね。しかもねレコードだからね。ねえ、いやこれ実際に持ってる人羨ましいな。そうね、うん、全部持ってる人も絶対いますからね。 そしてねマクロス2どんどんね歴代続きます。続きます。2ですよ。私2好きですよ。2好き、あ、2好きなの？2好きです。いいじゃない、はい、イシュタルがすごい好きで。あ、イシュタル可愛いよね。可愛いですよね。なんかこの時代よりもなんか遥か先を行ってるようなこうキャラクターデザインですし、実際ね作品の時系列も結構新しいですよね。デルタより先ですよね。デルタより先、うん、一応ね先の話になってるね、うん、だからフレイヤの方がお姉さんですよ。なんか不思議な感じですけど、これね、マクロス2はね、うん、男の子的には、はい、こう主人公の響きがね、はい、バルキリーによって戦わないっていうね、うんうんうん、カメラマンカメラマンの、はい、そうですね、戦わないのかよ、うんうん、なかなか。そう2があってのね、2があってこっちはフロンティアの飛びすぎて、こっちがプラスね、こっちがプラスだ、プラスね、マクロスプラス、ね、セブンマクロス7、急に真っ赤なバルキリーになるわけ。あ、このね白が結構多かったりしましたけど。そういろいろね、すごいな。え、これも当時ですか？なんかこのこれも当時よ、リアル感。違う、これはね、これはね、うん、これは天神さんの書き下ろし。天神さん、そう、マクロスビジュアルアーティストの天神さんの書き下ろしね。すごい強調するじゃないですか。そうこれそう、すごい多分そう。あ、いや細かいですね。これ絶対多分映像でも見れると思うんですけど、リアルで見ないと。ここからだからね、うん。いわゆるマクロス7からフロンティアでもこれじゃん。はいはいはい。で、デルタでもこれ乗ってテレビ版で逃げたじゃん。うんうん。そうそう、こういうドーム型のね、貝殻移民船団、そうそうそう貝殻的なやつ、であのね、もう伝説のバンド、うん、ファイアーボンバー、ファイアーボンバーね、いろいろね、いまだにお世話になってますもうファイアーボンバーさんにはね。いやそうですね、ライブ今年入って1月ライブやってましたから。いや本当コピックとかですかね、なんかこう、ね、あ、そうだね、色合いが懐かしい。もう完全にあのデジタルじゃないから ね全部、いや素敵ですね、手であれだから素敵。そしてね、ゼロそしてこれ違う違う、こっちこっち、そっち行く、いた、そうね、こっちですよ。もう本当真面目だ、時系列順に、そういえば、ね、マクロス、ね、フロンティア ね、はい、てかこんなにでかいので初めて見たかもですよ。あ、シェルさん汗かいてたんですよ、こんな、あ、て、あ、そうね、うん、歌ってるステージのシーンだからね、うん、難しいですね。あとこれ、ね、映画ね、はい、偽りの歌姫さよならの凄さ、はい、この辺はもうリアルタイムで、リアルタイムです、見に行きました、偽りの歌姫と、ね、いいよね、さよならの翼と、はい、大ヒット迎えましたと、はい、でさよならの翼でね、うん、じゃ次のマクロスどうすんだいみたいな話になっての、うん、はい、何年越しですか、ね、何年越し、結構経ってます、ね、2011年、これがデルタが16年で、これ、ね、16年で、これ確認できちゃう、そう2007年、時の迷宮じゃない、待って2007年だけど放送は2008年かな、で映画が終わったのが2011年なので11年の、そう、はー、5年越し、はー、もうね、マクロスデルタよ、はい、いやーでも、あー、フレイヤー、フレイヤー、このイラスト懐かしいですね、懐かしい、なんかね、懐かしい、キービジュアルの、うん、本当に放送直前に出したキービジュアルかな、そうですね、フライヤーとか結構撮ってありますもん、そう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 、ね、これね、いいじゃない、でもこんなにさ、うん、大きなフレイヤーがあってさ、キービジュアルがあるからさ、うん、はい、ちょっとさメッセージ書いてこうよ、みのりちゃん、懐かしい、はっ、あ、すごい、私あの人生で初めてサインしたのもフレイヤのパネルだったんですよね、ここへってやってる、発表会だ、発表会の後にその日に、いいじゃないの、なんてもう何年経ちます、2016年7年、嘘だ、6年、はあ、はあ、最新作ですけども、うん、ね、もう最新作、確かにね、最新作だけど、まあでも去年ほら映画やったばっかりだから、ああ、
いいね。最新作でもなんかバルキューレがいないこの3人のビジュアルってなんか初々しいね。なんか嬉しい。なかなかやっぱバルキューレっていう歌姫をねとあのあるけどるストーリーとしてのね中心的なメインの3人だったからね。あ、いいね。リンゴいいね。はい、はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん見に来てください。なんとここ最新作のね去年あの上映して、あ、9月28日にブルーレイと DVD が発売される。出るよ。よろしくお願いします。時の迷宮もお願いしますというね、はい、作品のタイトルに出てくる、はい、ワルキューレの新衣装ね。はい、口笛の刀匠の ね時に出てきた。そうそうそう、タロットカードの中にいる衣装、はい、もしかしたらパンフレットにちょろっと載ってたりとかすると思うんですが、うん、これもねキャラクター原案のね、うん、カプコの三田さんの原案をまま載っけてるんですが、はい、がここから下ですね。こっから下、はい、ね、これは闇じゃないですか。闇キューレよ。闇キューレ、ちょっとしゃがんで、はい、おがも闇、ありがたい。闇様、闇キューレの原案が多分披露されてるのはここが初めてじゃないかい。普通、まあ、パンフレットにもしかしたらちょっと載ってたかもですけど、この辺は全部は載ってないです。全部載ってない気がするんだよね、闇はね、はい、懐かしいです。私もあの歌を先にレコーディングしてたので、闇キューレはどういうものかみたいな説明書とともに多分 この中のどれかの、ね、そう 切ったやつをねをいただいて、そうそう全員分ねもらって見てましたね。我々もねいまいちよく分かってなかったんだよね、歌取りの前の説明の時に。そうですよ、闇キューレって何って。そう、本編でやってないし、うん、脚本上そんなに喋ってないのよ、はい、本上。そうですね、なんならレイナに関してはもうこの設定の中での方が喋ってるんじゃないかな、わかる、つまんねえとかって言ってないですもんね、本編中ね。言ってない、言ってない。そう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 、なんかマキナとかもそうなんだよね、あへへって言ってたりとか。ウケる。そうなんだよね、この絵もとも。そうかわいい。私の闇フレイヤーのお気に入りこれですね、うん、あ、これね、意外と闇っぽくない。そうそう、ちょっとちょっとちょっとっていうね、いい感じになってますよということで、はい、ぜひぜひぜひ皆さん見に来てほしいです、はい、ということで、お願いします。次はね、はい、このねバルキリーいっぱい、歴代のバルキリーもうね、ああマクロスといえば、うん、まああの先ほどのね、はい、あのマクロス艦もそうなんですけど、うん、とにかく変形、はい、でその最たるもんがバルキリー、うん、バルキリー、こうねファイターからが多く、はい、すごい、こっからバトロイドっていうねいわゆる人型になっていくんですけど、それの完成品のトイ、トイ、トイをもうできる限り壁にかけ、まだねこれがね全部じゃない、バンダイさんとか、はい、いろんなとこありますけども、ほらこれあね、ただの天才だ。個人的にこの所蔵されてる中から一つね、はい、ご紹介したいものがあります。あちらにあるね、はい、VF27 ベータルシファー、これねマクロスフロンティアに、はい、グレイス、そうグレイスがね、はい、ゴドゥヌアが、ゴドゥヌア大佐かなが乗ってたやつなんですけど、はい、これね僕のです。え、あ、そういうこと。これ僕の私物、私の私物です。なぜ、これねすっごい前、すっごい前にもこういう展示をした時に、はい、ビッグストなくて、はい、まあ、私が個人所蔵所有してたので。あ、じゃあ田中さんがビッグストさんに入る前に。そう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 、これね、あのあれですよ、貸してます。そしてね、はい、紹介したいのこれがあるんですよ。かっこいい。 YF30 クロノスって言って、はい、ハヤテたちが乗ってるのは VF31、はい、でこれは YF30 だからね、ハヤテたちの機体のベースになった、ベース、そうなのね、機体なの。だからあのマクロス30っていう、あ、ゲーム、ゲーム、そう、つながってるんだ。つながってるの。そうですよ、皆さんアニメのね作品はさっき紹介しましたけど、そう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 、ゲームもありますから。そうそうそう、つながってるの、ゲーム。そう、だからせめてね、ゲームで出てる機体もねいろいろありながらも、
そうなのこれ。あ、そっか、マクロスゲームいっぱいありますもんね。そう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 、うん、あるある。だからね、よく似てるの、なんとなく形が。へー、そこつながってなんかそうそうそう、エモいですね。え、そうなんだ。だからそういうのもね、はい、立体物だとよく見えるので、はいはい、ぜひ皆さんに見てほしいですよと。あ、最後ね、いろいろあるけど、はい、ちょっともう若干展示物、はい、スペースから出てる感じあるけど、これね、ハヤテキね、はい、最新のハヤテキ、うん、なんとなくね、さっきのとね、思い出しながら見てもらうとね、うん、ちょっと似てる部分、ここに翼があったりとか、ここの形、あとここの真ん中にコンテナみたいなブロックがこう、はいはい、足と足の間にブロックがついてたりとか、なんかね、そういうところがね、とても似てるあれなので。そうな、いつかなんか13とデルタコラボしたいですね。そうね、できないもんかな。そうね、コラボしたい ね。フロンティアとデルタの間にゲームがあったのでね。そうぜひ。なので ね、皆さんね、ずらーりと立体物並んでるので、ぜひ見てほしいです。うん、お願いします。展示スペースが終わったところ、はい、ここね、グッズショップ、もう私の夢のような、なんていうんですかね、そう、うん、夢の世界へようこそ。そう、そしてもう、はい、ありがたい、本当ありがたいね、本当素敵に、ね、本当ありがたい。もう一番目立つところにね、こう長寿草マクロス店のね、グッズ。しかもですよ、私びっくりしたのが、こっちにもあるんですよ。ね、その今回のグッズもありますし、これね、なんなら私が多分デビューする前にコラボされてたリボンの騎士さんのやつとか、そうそう、宝塚さんのやつとかね、あと以前やらせていただいたフレイヤのやつも。運試ししましょう。どれ出ても当たりですけどね。どれ出ても当たりなんだけど、まあ、ダブっちゃったりするよりは、まあ、そう、どれ出ても当たりなんだけど、ね、じゃあゼントラーディのキャラクターが出たら、はい、今日美味しいもん食べよう。あ、ね、ゼントラーディのキャラクターが出たら美味しいもん食べよう、はい、出なかったら出なかったら出なかったら嬉しいなって言って帰ろう。そうそう、嬉しいなって帰ろう。グッズ嬉しいな。そうそうそう、いきます。せーの、おー、早瀬ミサ、ミサさん、ミサミサミサさん欲しい。ただゼントラーディではない。あ、いいです。これで民名がもう一個出たら私はもう超えてる病気で帰る。いきますよ、せーの。何も見えないです、挟まれて。すごい、もうここまでもトレーディングよ。あ、すごい、ください。民名でやった、これいいじゃないの。長寿草マクロスのヒロイン2人で引き合うっていうね。素晴らしい引きですよ。そう、今日はね、美味しいものは食べて帰れないですけど、良かったヒロインが出て良かったです。いろいろありますからね、アクキーと缶バッジとあとね、アクリルスタンドとかいろいろありますので、はい、ぜひぜひね、皆さんね、はい、ご来場の際にはね、お買い求めいただければと思いますよ。うん、あ、そうそう、我々が、ね、そう着てる T シャツも、ね、どっちも L サイズで、はい、発売中でございます。女の子着ても可愛いね。可愛いですよ、でっかく着てね、なんかスポーツできそうな、このユニフォーム感ある。確かにね、はい、アメリカンな、アメリカンカレッジ的な感じがあるよ ね。ちょっといいと思いますね。ライブの練習これでしようかな。そう、はい、はい、ということでね、はい、なんだろうね、はい、本当にぶらりしちゃったね。でも充実、なんかもう満足感がすごいですね。 VF1、 はい、Sその後ろにいつも置いてある、いつも置いてあるリボンの騎士、リボンの騎士、はい、ね、ちょっと前をお邪魔してね、はい、すごいですね、ね、でっかいバルキリーのね、椅子を飾ってありますので、はい、ぜひね、皆さんにも来てほしいですね。うん、ぜひね、最初1回で手塚治虫さんのことを学んでから、そうそう、マクロスにも触れ て、ね、つながりはきっとどこかにあると思いますのでね。そうそうそう、ということで、うん、皆さんぜひぜひ超時空要塞マクロス展ね、10月までやってますので、はい、楽しみに手塚治虫記念館まで来てください。来てください。意外と近かったよね。うん、すごいあっという間でした。うん、そう、東京から我々来ましたけど、うん、はい、新幹線乗って、新幹線で、そう、うん、で宝塚線でしたっけ、はい、そう、乗って一本で来れますので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しそう。ロケといえばお決まりですよ、勝った人が食べれます、はい、